拝殿西宮神社は兵庫県西宮市にある神社である。日本に約3,500社あるエビス神社の総本社である。地元では西宮のエベッさんと呼ばれる。なお、エビス信仰については、エビスをエビスと同一視する説の他にもいくつかの説が存在する。最神のヒルジイノチはイザナギの木イノチとイザナギのビイノチとの間に生まれた最初の子である。 しかし、フグであったため足の船に入れて流され、この数には数えられなかった。ここまでは、危機神話に書かれている内容であり、その後のヒルジイノチがどうなったかは書かれていない。当社の社殿では、ヒルジイノチは、西宮に漂着し、エビスサブローデンと称されて、海を司る神として祀られたという。創建実期は不明だが、演技式内社の、大国主精神社に同定する説がある。 現在、境内末社の大国主精神社が、式内社とされているが、口日のように、西宮神社自体を、本来の式内大国主精神社とする説もある。だが、演起式神明朝では、うない軍となっており、西宮神社がある、向こう軍ではなく、西宮神社にせよ、現在の大国主精神社にせよ、式内社とするには一致しない。ただし、向こう軍とうな軍の境界は、 西宮神社の約200メートル西側を流れる、宿川でありこの稼働の変遷により古代は、宇内郡に所属したとする説もある。式内多くに主精神者との関係がいずれとしても、平安時代には広田神社の境外接者であり、浜の南宮、または南宮社というのであった。広田神社と神気伯の白川伯王家との関係から頻繁に、白川家の参詣を受けており、 すでに厚く信仰されていたことが記録に残っている。平安時代末期、広田神社の拙者として、エビスの名が初めて文献に現れるようになる。そのためこの頃からエビス信仰が起こったとの説がある。この南宮が、現在の西宮神社のことであり、広田神社の境外拙者である、南宮神社が、現在でも西宮神社の境内にあるのはその名残で、ある。 西の宮という名称の起源について、以下のように小説ある。恵比寿神を最初に祀ったと伝わる鳴るや、古代の先進地域である、津門から見て、西の方の宮という説京都から見て、貴族の数敬厚き広田神社を含む神社群を指して、西の宮と称していたが、恵比寿信仰の流星とともに、恵比寿社を西の宮と限定して呼ぶに至ったという説。 西宮とは常日の縁起式内社の大国主精神社のことを指すとの説、西宮傀来史。説明書図へより、西宮神社の雑役奉仕の傍ら神社の札を持って諸国を巡り人形を操りながら信仰を広めた。1690年頃には三女と呼ばれる神社の周囲に約40軒の傀来史が住んでいた。 新人として人形繰りの芸能集団、海来師が境内の北隣に居住しており、全国を巡回し、エビス神の人形繰りを行って、神徳を説いたことにより、エビス信仰が全国に広まった。境内に祀られる百太雄神は、海来師の神である。中世に商業機構が発展すると、海、漁業の神としてだけでなく、商売の神としても信仰されるようになった。 江戸時代には徳川家綱により本殿が再建され、また全国に反復していた恵比寿神の心臓札の判件を幕府から得て流星した。明治3年、西宮神社は摂津市などの記載により大国主精神社と改称した。明治7年6月、大国主精神社は県社に劣格した。この頃、境内抹社の大名口の社を 大国主精神者であるとする説が上がり、教部省は、同年8月に、大国主精神者の検査指定を取り消した上で、同年11月、西宮神社からは、大名口の社はもともと不動堂々であって、本来の式内社、大国主精神者ではなく、今回の解消は誤った説に基づくものと、上申したが、教部省からは上申は拒否された。戦後も、解消問題は放置され、 そのまま現在に至っている。毎年1月10日前後の3日間で行われる10日エビスでは、開門神事福男選び、大マグロの炎、有馬温泉混遊式などの行事とともに、800件を超える屋台がの木を連ね、開催3日間で100万人を超える参拝者で賑わう。正式には、10日、エビス開門神事福男選びと呼ばれる。 1>, 1月10日午前4時から東海エビス大祭が取り行われ、午前6時に終わると同時に表大門が開かれ、参拝者が本殿までの230メートルを走り参りする。先着の3人が福岡と認定される。紀元、編集西の宮神社周辺では、室町時代から江戸時代にかけて1月9日夜は家から外出しない、意味かごという習慣があった。 その間にエベスさんが市中を回られる。忌みこむり明けの翌朝、身を清めて神社にを出たことが始まりと考えられる。1905年、神社近くに阪神電気鉄道の西宮駅が開業すると、地元以外に大阪市や神戸市などからの参拝者が増え、開門を待ちわびるようになった。1913年の新聞には、戦闘第一の先駆けをして、 戦闘者に対して、夫優遇をなし神父を与えたればといった記述があり、一番乗りを特別視する風潮が参拝者、神社双方に根付いたと考えられる。昭和初期に、福尾競争、福尾レースといった言葉が使われるようになった。このように参拝客が勝手に始めた経緯、日中戦争が始まっていた1940年以降は、 当時の新聞の繊維公用記事と関連して、その年の一番服に褒美として、お守りやお供え物を授けたりしたという記録がある。それ以前は参拝者が思い思いに走ってお参りをしていたようで、1921年、大正10年から17回一番乗りをしていた者も,もいたという。内容、編集南宮神社前の天秤カーブ当日は未明から多数の人が、 表大門の前に集合し、午前6時、そして3着までにゴールした人間が、その年の福男となる。なお、福男と言いながらこの祭事は、男女混合であり、老若男女を問わず走ることができる。しかし、女性の一番福は未だに出現していない。参加者は、毎年2000人以上で、特に2009年以降は、約6000人が参加している。 コースには3カ所のカーブと本殿に駆け上がる木の坂が大きな障害としてあり、毎年のテレビ取材ではこの4カ所を中心に大小のカメラを設置している。猛スピードで駆け抜けるためカーブや最後の坂で転倒するものもおり、うまくスピードを制御できたものが1番服3番服の AA を獲得できると言える。3番服までの商品は以下の通り、2008年からは服を発揮。 2011年からは、エビスビールが新たに加えられた。また開門前に待っている、先着5000名には、開門神事参拝賞が授与される。福男選びは、新聞を、はじめ、1997年に、おはようクジラで、初めてテレビで、実況生中継されたり、ブロードキャスターで特集を組まれたりするなど、テレビニュースになっていたが、扱いはそれほど大きくなかった。 しかし2004年、大阪市の消防署員による妨害が問題となり、規定が改正されてから、新春恒例の全国ニュースとして、各テレビ局の報道、情報番組でも大きく取り上げられるようになった。中には午前6時に合わせて、福男選びの実況生中継を恒例的に行う朝の情報番組なども出てきた。歴史、編集法の大マグロに効果を貼り付ける参拝者、 神戸市東部卸売市場が大量を願い、1970年から毎年1月8日開催の、小福大マグロ放納式で大マグロを放納している。東海エビスの期間中は、小福マグロとして拝殿に飾られ、多くの参拝者が凍ったマグロの頭や背中などに、効果を貼り付け、うまく貼り付けばお金が身につくということで、商売繁盛や金運などの願いをかけて参拝している。 なお、東海ビス終了後は解体され、関係者の手で刺身などにして食されている。有馬温泉の商売繁盛を願うこの式で、毎年1月9日に、有馬温泉から金泉をたるで、西宮神社に運び、その温泉と湯文字を奉納する行事で、1995年から始まった、県湯式では湯名に噴した芸儀が、湯もみ大鼓のお囃子に合わせて、湯もみを行い、 その温泉と湯文字を神前に奉納している。奉納された金泉に一円玉をかべて拝むと、福を招くとされている。西宮の旧家中貯文する者を、馬氏の初家となす。辰馬市、和馬氏、市、八馬市、おつ氏、六馬市、古城馬市、善茂馬氏、和馬市、七馬市、十馬市、谷足馬橋、吉郎氏、大黒馬氏、大徳橋、 衝動橋の十五屋が存在していたとしている。この書家は、西宮神社の信仰の牙の具部などの役にあたる、家柄、または、西宮の宿場の役に関する家とも言われる。福沢桃介町、在海人物画館には、西宮には、昔からよそには珍しい馬の字がつく姓を名乗る家が、多い。昔は十二馬あったというが現在では、辰馬、八馬、御馬、九ず馬、 早馬、正常馬、六馬、か馬の八世が残っている。是は、西宮に、鎮座増します福の神、恵比寿神社に古い馬の伝説があって、古典による王席の祭礼行列に、宇治子から選ばれて、神名に携わった人たちが祖先であるというとある。恵比寿の項目参照。鳴尾村市1885から1951。なるお村市編参委員会。 西宮市成尾区有財産管理委員会2005年70から71ページ。庶民の文化西宮の傀来誌、淡路地方市一郷土誌屋の考察、大越根を文芸者2003西宮神社の上申によると、大名口の社の遠隔は外略以下の通り。もともとは表大門の外に不動堂々と称していた建物がありこれが、 教法二十年に、大名口の人、少なびこなの神を祀る大名口の社に改められた。現在の境内末社、大国主精神社のある場所は、それとは別に、本寺阿弥陀堂があった場所だが、取り払いの儀が起こり、今日は二年に取り壊された。文化元年、大名口の社をその本寺阿弥陀堂の跡地に便宜的に、遷座して末社とした。これが、現在の境内末社。 大国主精神者である。開門新寺福男選び西宮神社、ホームページ、荒川祐希、福尾の名、西宮神社10日、恵比寿開門新寺福男選びの人類学的、研究、荒川祐希、平成27年度大阪大学大学院文学、研究科博士学位申請論文、なお、この時の二番福だった男性は2008年に一番福になった。このことは、 門付近にいた他の参加者とその時の場所取り画像で立証された。荒川祐樹、福尾の謎調査に失踪西宮神社、東海恵比寿の高齢行事歴史と変遷たどる日本経済新聞長官2018年1月8日。偽一番福を許すな、読売新聞大阪本社有刊2006年12月22日付、写真判定福男選び、 スポーツ日本大阪本社2006年12月23日付、高台かけ並み避難伝える、宮城、小長和と岩手、釜石西宮、福を手本に、日本経済新聞有観2019年1月8日2019年1月16日、閲覧。吉本ピン芸人の伊丹勇気、福男選びで、2番福、日刊スポーツ2019年1月10日。 同年7月26日閲覧。西宮神社の福男選び中止54年ぶり。GoTo 全国一時停止受け。神戸新聞2020年12月16日同日。閲覧。AB u 書、歴史、吉石、馬氏のこと、西宮エビスエビ恵比寿総本社西宮神社。公式サイト。在会人物画館241から242ページ。 2020年11月29日閲覧。西宮神社表大門マイナス国指定文化財等。データベース西宮神社大根リベマイナス国指定文化財等データベース。西宮神社随法教マイナス国指定文化財等。データベース西宮神社。海営教マイナス国指定文化財等データベース。ハット。ABC 西宮市内の指定文化財一覧。 平成29年3月14日、兵庫県広報より、兵庫県教育委員会告示第4号、県指定文化財一覧、ありがとうございます。